どうも、イアン・テンプソンです。今回ですね、こちらのチャーチディプロマット、これをね磨いていこうと思うんですけれども、ちょっとねこの前すごい大雨が降りましてね、その日に履いてたんですよ。今ご覧の通り結構悲惨な状態になりまして、あーあーって感じじゃん。もうこれ磨かないとまずいっしょって状態なんで、まあ磨きます。とさ、これいつ最後にケアしたか覚えてないんですけど、いつだっけ？なんか、ちょっとさ、若干急チャージ断層入ってんだよね。一応これ、4都市チャージなんですけど、もう4都市もね、結構、急チャージ断層入るようになってきちゃってて、まあ随分とこう年季が入ってきたのかなっていうのも、なんかいいように捉えるとそうなんだけど、すげえ嫌なんだよねていうか黒くね、異常に黒くね、なんでこんな黒くなる普通で。さ、この靴もともとね、わしが薄茶っていうか、まあ茶色かな、普通に茶色だったディプロマットを真っ黒に染めちゃったんですよ。茶色のディプロマットってさ、意外とレア品でさ、あんまないんですよね。何やってたんだろうって思って、ちょっと今後悔してるんですけど、まあまあもうやっちゃったもんはしょうがないんだ。でさ、逆に黒いディプロマットはね、当時はなかったんですよ。だから茶色のやつを買って黒く染めたんですけど、今になって出てくるっていうさ、今よくある話なんですけれども、まあ、それでさ、ただでもディプロマットといえばなんか黒じゃん。でまあたまにエボニーみたいな色とかさ、ウォルナットみたいなそういうのもあるけど、あんまり茶色、ほんとね、これ元の色残ってんか、こういう、これこういう茶色だったの。こんな茶色ってあんまないじゃないですか。キューチャイスとかだとあんけど。だからもったいねえことしたなーって思って。で、まあ染めちゃったからしょうがねえって言いつつもさ、見えますかねこれ。なんかこっちの方が見やすいのかな。おう、ほら。なんか浮き出てきちゃってるの、茶色が。これをどうにかしてえなーっていうのがあって。どうやって消せばいいかな。まあ、いつもさ、この靴何回かこう、同じようなことをしてるんですよ。ケアのたびにね、ちょっとずつ色を乗っけてったりして、してるんですけど、結局こんな状態なので、まあ、例えばいつもは青塗ったりしてたんですよね。なんかこれ、やけにワックス強えな。なんかべったりやね、いつも以上に。そういえばこの靴さ、なんかのあれで、いつもと違うワックス使ったっけ？なんかそんな記憶があるな。ほら、モーブレーのさ、なんだっけあれ。モーブレーのやつなんて言うんだっけあれ。忘れちゃった。ハイシャインプライマーか。なんかあれとか使ったような記憶がある、これ。あとウレンズとかね、なんかあの辺使った記憶がある。すげえわ、なんだこれ。もう落ちてなくねこれ。夜落ちてねえぞ。ちょっとさ、綺麗な部分でね、一回もう一回さらっとやってみるよ。絶対落ちてないこれ。なんかね、ヌメヌメしてる。あ、油分型のヌメリじゃない。ほら、結構つくよ。普通こんなつかないじゃん、一回やったら。で、つま先かかとなんかもっとやんないとまずそう。うわぁ、結構つくね。いや、それは当然ね。わしもいつも2回なんかやんないから。ほら、2回目でさ、まだ半分くらいしか出ないのにこんなだぜ。これちょっと、何使った？
あんまりこれ良くない気がするな、こんなにべったり塗られちゃってんと。なんか単純に嫌だこれちょっと塗り込みすぎって感じだな。なんか靴自体もね、これ履いてん時に思ったんだけど、なんかこうツヤ感がね、透明感が全くない感じ。光ってはいたんだけど、まぁ、ちょっとこれもうすでにさ、雨に濡れた後だから、あんまこの動画の最初は光ってなかったけど、履いた時はまだ光ったんですよ。そんでもね、なんとなくこう、なんつうかな、不透明な感じなんだよね。うわ、ほら。わかります？この感じ。まだワックス残ってますみたいな。だってこんなだよ、2回目で。これ黒く、いやー、黒く塗れっていう。ローリングストーンズみたいな。ローリングストーンズだっけあんま、わし、ローリングストーンズ聞いたことあんまないからさ、よくわかんないんだけど。やっとなんか消えた。あのワックス感。だってもうさ、片足で6分やってんだぜ。相当だよ、これ。普通こんなにやんないよ。すごいな、これ。ちょっとこれ、塗りたくりすぎてたかもしんない。そして、チラッと見える茶色感。でね、そう、ちょっと話がさ、ぐっちゃぐちゃなんだけど。まあ、いつも、これを、ちょいちょい、ケアのたびに、塗ってた染料っていうのが、当然黒は塗ってたんだけど、青とかもね、塗ってたんですよ。で、青塗ればさ、結構青みが強くなって、茶色からね、青みが強くなることで、まあ、より、青黒くできるかなと。でさ、赤黒いより青黒いの方が高級感あるって、まあ、よく言われてて、まあ、それをね、ちょっと、再現というか、やってみようということで。塗ってたんですよ、青。でもさ、いくら塗ってもこんななんですね。これ、考えてみたら、黒ってさ、そもそもが、なんか青だけじゃないじゃないですか、黒って。黒の、出来方ってさ、皆さん黒って作ったことないですか？子供の時にさ、ひたすら絵の具12色を全部混ぜて、ほら黒になったみたいな。まあ白とかは混ぜないと思うけど、まあ子供だからね、水色とかも混ぜちゃうかもしんないけど、そういうのは混ぜないにしても、いろんな色をさ、っていうよりかはあれだよね。反対色混ぜると基本的に黒っぽくなるっていう。明暗度はちょっと別なんですけど。反対色混ぜりゃ黒になりますから。例えば赤と緑とか。青とオレンジ。どうだろうな、それ。青と黄色？青と黄色は緑になっちゃうか。青とオレンジ。どうかな、黒にはなんないか。まあでも赤と緑は黒になるし。黒っつっても汚ね黒だけどね。だからね。まあ、青に、赤を塗れば紫じゃないですか。ちょっとこれ赤塗ってみようかなと。紫黒っていうのもさ、あんまないし、ベルルッティとかそういうのはあるけどね。紫黒。あんま見ないから、でも。そういう色味だったら、まだなんとなくさ、まあ、いい感じに磨けるかなと。これもワックスがさ、こう、リグロインで落ちた時に、ワックスがまた、溶けて、メダリオンに入ってっちゃってる。すごいこれ、本当に。でもこっちの方がなんかまだマシ。こっちすごかったな。なんであんなベタに。もしかしてあれかな？
こっちは通常磨きで、向こうこっち側はその試しねウレンズだとかなんだとか塗ってたのかな。なんかね若干違うんだよね、この落ち方というか、落ちた時のさぬめりとかって結構違うんですよ、ワックスによって。当然ワックスがねこう液体液状化してるから、再液状化みたいな、だからそのワックスによってこの液化液状化のその感覚もね違うっていうのも全然理解はできるんですけど、その時に なんとなくねこっちの方がサラッとしてる、で向こうの方はねずっとヌメヌメしてた、ずっとひたすらヌメってた。でもうこっちの方が色が落ちてる、ほらもう茶色じゃんこの辺、なんならさもうステファノビみたいになってるステファノビこんな色だわ。そういや色もちょっと違う気がするんだけどな、 なんとなく、うん、さっきのがね濃かった、色味が。ちょっと一応もう一周させておきましょう、一応こうもう一周させておくことで、まあ、より良い染色着色方法としてはね、なるべく表面に残ったクリームやらワックスは落とさないといけないんで、まあ、もっとねちゃんと着色したいって時はもうアセトンとか使うからね。っていうかそもそもこれ黒じゃん、茶色から黒にしたってわけじゃん、それん時だってアセトンは必要なんですよね。だから本来は必要な話。いやちょっとどうしよう、まあ、黒は使うじゃないですか、赤ね。そうこの前ねそういえば赤買ったんですよ、紫自体もあるんですけどね、スピランのさ赤がなかったんで、ちょっと待って、手袋でしょ。あーどうしよう、なんかシンナーみたいな、アセトンシンナーとか使ってみる。いやーでもなー、どうなっちゃうかだよな、これがちゃんとね色入ってくれりゃいいんですけど。あそうだ、じゃあさ待って、プロダイもう一つあるから、これ緑だ、緑、赤と緑、それありだな、さっき言ってた通り。これはレッド、レッドでしょ、あれがない、赤が、青かあった。これさ黒ちょっと一回置いといて、これ3色塗ったら意外といけそうじゃない、ちょっとやってみようか。もうめちゃくちゃな色になって確実じゃないですかこんなの。でもこれを混ぜちまえばまあ黒なんじゃねっていう。じゃあどうしよう、緑からやってみる、なんとなく緑からやってみよう。おお、プロダイですよ、プロダイ、もうスピランの時代は終わりました、真面目にマジでスピランの時代終わりました。もう廃盤だからねスピラン。うわー一気になんか印象が変わるよこれ。なんかほら緑色のディプロマットって皆さん見たことあります？なんか意外と良さそうじゃね、緑色の深緑のディプロマットとか意外と良さげなんですけど、どうしよう、深緑にしたくなってきた、急に深緑にしたくなってきちゃったこれ。でプロダイはね油性インクなんですよ、まあわかんないけどイメージ的にニスとかそういう系なのかな、まあ、水性のニスとかもあんけど一般的にね木工用のニスといえばこれ、こういう油性のなんていうの、ステインじゃないですか。
おお。ちょっとでもまあ緑だけど、あんま緑には見えないな、パッと見でも。あ、でも動画だと意外と緑がかってない？すげえこれ。深緑のディプロマットとか結構さ、なんだろう、例えばこれに乗って、あ、これに乗る、これを履いて深緑のジャガー XJ とか、ちょっと昔のね4頭くらいのやつの、丸目4頭のジャガーとか乗ったらさ、結構かっこいいよね。うおー、すげえ普通のやつが降りてきたぞっていう。まあ降りてきてすぐ靴ばっか見てすげえってなる人あんまいないと思うんだけど、しかもディプロマットくらいで、よっぽどすげえなんかギラギラの靴履いてきたとかだったらね、おいおいルブタン履いてんよとかだったらまだ目は行くかもしれないけど、ディプロマットだったらそんな目いかないからね。興味ない人からしたらこれディプロマットなんかただのビジネスシューズですよ。わしもさ、基本的にそんな目ざとくないから、こうやってね興味があるものについてはまあ多少詳しいわ。でも興味がないものとかに関してはね、全く分かんないの。だからさ、例えばなんだろう、まあ、一つの事例で言うと靴で、もうね、あの靴に興味がない時なんかもうセメント製法とグッドイヤー製法の違いなんかも全く知らないというか、そんな靴に製法なんかあることさえもうスコトーマすぎて存在すら知らない、靴の製法を考えたことがないというか、だからないようなもんなんですよ。もっと言うと紐靴か紐靴じゃないかくらいは分かってたよ、履くときに変わるから。でもそれがウィングチップだとかストレートチップだとか、そういうデザインの違いとかね、全く分かってない。そのレベルすごいでしょ。逆にそのくらいなんとなく分からないっていうこともね、分かんないことあったりするから、ね、自分でも驚きなんですよ。だからスーツはどうだろう、スーツも分かんなかったけど、でも意外となスーツは結構なんかそういう、そもそも周りにスーツ着てない、例えばどれ、私中学生くらいからスーツ好きだったから、周りでスーツ着てる人がいない中でスーツの良し悪しとか、いやそれ親族でとかそういうのはいたけど、そんなほらずっと見てるわけじゃないから、そういう違いすら分かんなかった状態でその世界に入り込んだから、逆にそれは別にそんな、なんだろう、そんな違和感がないんだよね、スーツというか、その知らなすぎたことっていうのがスーツに対してあんまない気がする。逆に知りすぎていたみたいな。なんかプロダイの染色力強くね、やっぱり。ちょっとまだね、かかとはやってないけど、この辺じゃやってみようか。こっち今すごい一気に染まっちゃってさ、この辺だけね。おっとおっと、リーガルを落ちかけてるけど、ちょっとここにセロテープ貼ったからちょっと保ってる。で、試しにやってみますよ、ここら辺ね。いきますよ、ちょっとこう塗り込んで、あのね、塗り込んだ瞬間にねはつるっていくんだけど、こうやってやってんとね染み込んできてちょっと摩擦を感じるんですよ、まあ、要するに皮がちょっとだけ荒れてきて毛羽立ってる状態ですよね。で、よくないんだけど、でも染色ってそういう作業だから、
だからわしあんまね、染色はもう1回で済ませようっていうね、1回っていうかこうその時で済ませちゃうっていう、今後はやんない、ケアのたびにとかは、そういうようにね仕向けてるんだけど、なかなかうまくいかないんですよね。ほら、あんな茶色かったのがもうこんな、これ緑塗ったの合ってたんじゃない？結構濃いぞこれ。ちゃんと黒に近づいてる。でさ、焦げ茶ってさ、黒っぽいじゃないですか、なんとなく。でもあれってね、焦げ茶色っていうか茶色ってそもそもなんか緑から作られてるっぽいんだよね、染料とかって。だから今焦げ茶に近いのかも、もしかすると。ほら、すごい綺麗に染まってる。で、薄ら緑なのもなんか洒落てんな、意外と。やべえ、薄ら緑で仕上げたくなってきちゃった、どうしよう。いや、それは良くない気がする。あ、ちょっと待って、ここまだワックス落ちてねえ。ワックス落とそう、これはさすがに。ここだけ気持ち悪い感じで残ってる。そしてやっぱワックス残ってた部分はね、ほんと茶色い。ほら、茶色いでしょ、この辺。ちょっとこの辺がワックス残る。あ、でもリグロイン使うとやっぱ落ちるね、プロダイム。しかも緑になった、余計。何これ、洒落てんな、この靴。一見黒だけど深緑のディプロマット、これ渋いぞ。これなかなかないよね、こんな靴。いいな。やべえ、ディプロマットが欲しくなってきた、そうなると。いや、黒は黒でこう持っておきたいんだけど、緑、深緑のディプロマットとかめちゃくちゃかっこいいじゃん。すげえかっこいいと思うんだけど。おお、本当に黒くなった。うん、いや、ちょっとまだなんかね、終わらせたつもりがまだ残ってる。リグロイン、あ、リグルワックス、結構ワックスがっつりだな。ほら、あの茶色感なくなったよね。むしろうっすら見える緑、いいなこれ。でもどうせこんなの磨いたら何にも色わかんなくなっちゃうから、まあそんなのはもう幻想です。この世も幻想かもしれないし、まあそんなことはどうでもいいので、赤塗ってみよっか。じゃあこれは新品なはず。おお、新品だ。いや、一回さ、このくね、わし赤買ったつもりだったんですよ、プロダイの。あ、これやっべ、これ膜が。赤買ったつもりでさ、で見たらないからさ、あれ買わなかったっけって思って、でまたこう、またっていうか買いに行ったんですよ。で普段保管してる染料とか保管してる場所に今あったからさ、あれもしかして赤買っちゃってたっけって思って、じゃあ2つ持ってる状態みたいな。別にずっと使うからね、これもいいんだけど、そんなに一気に2つあっても困るからさ。うん、まあでもなかったっぽい。あー、ちょっとやっぱ赤塗っちゃうと焦げ茶感が強くなっちゃうか、やっぱり。いや、でもこっから青塗るから別にいいんだよね。そんでこの赤を、ほら、 RDB だっけ光の三原色じゃなくて普通の色の三原色ってなんだっけ、この色の味だっけ、赤青緑だっけ。光はさ、赤青黄色だっけ、なんかそんなような感じじゃん。よし、あれ毎回よくわかんなくなっちゃった。なんだっけな、
って感じになっちゃうんだけど、その3つを混ぜれば光は白くなるけど、こういう普通の色は黒くなりますから。あーこれヒールはちょっと赤塗んない方がいいわ。なんか赤焦げ茶みたいになっちゃった普通に。でもこっから青塗んからな。まあまあでも全体的にはね、ほら黒、赤黒くなってる。日本靴特有の。ちょっとまだなんか焦げ茶色感強くなってんな。よくなかったか。これ緑の方が良かったな。でもさ、緑の後に青塗ってもなんか綺麗な色生まれちゃいそうでさ、ただの。いや黒が欲しいんです。いや黒も綺麗な黒が欲しいんだけど、そういうことじゃなくて、なんかちょっとこう幻想的な色にねなってしまうんじゃないかなっていう気がして、その宇宙チックな、それ綺麗なんだけど今真っ黒が欲しいんですよ。でその真っ黒が欲しい時にそれやられちゃうと、もうもったいなくなっちゃう。せっかくいい色できたのにっつって。わしはね、このめちゃくちゃな黒っていうのはもうバセットウォーカーで今満足してるんでいいんですけど、バセットウォーカーもちょっと痛くてね履いてないんですよね。かっこいいんだけどさ履いてないのよ。はい、今赤塗りました。ちょっと微妙な感じになっちゃった。焦げ茶、そのさ焦げ茶色の靴に黒を塗りましたみたいな状態になっちゃってるんで、まあまあまあ、ここはここまでは下地だということで、このロイヤルブルーを塗ってみようと思います。すげえ漏れてしまったロイヤルブルー、もったいないことしましたよ。でこのロイヤルブルー自体がね、ちょっとかなり濃い色なんですよ。で緑がかった青に思えるんだけど違うかな。紙に塗ってないからよくわかんないけど、緑がかった青っぽいんだよね。なんとなくインディゴっていうか、ほらそっち系の色な気がするんだよね。でもこれを一応プロダイは仕上げとして塗ってみようかな。やべ、今中につけちゃった、ちょっとついちゃった中に。最悪じゃん二度と落ちねえよ、ライニングについた染料なんて。あ、すごい濃い色になったぜ。ほらこれ正解なんじゃないの、この色使い。より濃い黒にするときはこの3色を使えって、これ言っていいよね。これしかもさ、この染め方が下手すぎてなんかいい感じのパティーヌみたいになってて逆にいいだってさ、靴が単色だった、まあバイカラーとかそういうのは除いたとしても、普通にね靴っていうか、こう例えば黒靴だったらもう真っ黒とか、茶靴だったら抹茶色みたいなさ、そういうのが普通だった時代で、パティーヌなんてさ失敗作だと思うんですよ普通に。その時代からしたら、時代ではね、それが今やもてはやされてるわけじゃないですか。なんかそれがこの黒にも生まれてるというか。でも私はね昔から思ったんですよ、真っ黒の靴よりも若干こうパティーヌがかった黒でも、あれね、うるさいパティーヌじゃなくて一見普通の黒なんだけど、光に当たってよく見た、よく見ちゃうと、あれなんか青とか緑混ざってないみたいなさ、そういう靴がね、黒靴が結構好きなんですよね。いや、かなりこれいい黒になった気がするんだけど、どう思います皆さん。なんかあえてここで上からスピランの黒とか塗っちゃうとすごい色落ちしそう。次今なまったなすげえなまった。よし、もう一回やってみよう。
じゃあ塗るか。だね、このネルヌの塗りってね、ガシガシ塗れるんですけど、定着させるというか、こう表面に染料をあえて残して浸透しない部分としてね、染料だったら浸透した方が絶対いいんですけど、あえて上に少し残すことで、表面に乗った染料がそのまま乾いて顔料化するんですよ。そうするとやっぱ光に当たった時とかね、かなり色味がつい強く出てくれる、この色の。そういうね、うまい利用方法、うまく利用方法、まあその特徴を生かして磨くじゃねえな、これ塗ることで、まあその仕上がりが変わるんですけど、一発で落ちちゃうからさ、磨けば、磨き直せば。だからほんとその場限りなんですよね。できればさ、ずっと続いてほしいじゃないですか、その色味が。自信ある色だったら特に。いやー、黒っぽくなってきたぞ。ほんとにね、最初の時よりずっと黒く感じる、これ。こんなじゃなかったもんね、これ。だいぶいい感じになったぞ。そう、そんでスピランじゃねえや。ネルヌの塗りはね、その、奥底まで浸透させるっていう強さはあるんだけど、表面に残すっていうね、あれができないんですよ、これ。ネルヌだと。だから、例えばここで、例えばよ、今これ真っ黒の靴ができるとするじゃないですか。その時にこの辺にちょっとだけこう、青とか緑とかを散りばめたいっていう。そういう時は、ネルヌで、ネルヌやる時もね、こう例えば青つけて、ちょん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 みたいな、そういう置き方。一番いいのはハケとかで塗ること。そういう仕上げ方法をしたい時はそうやってやるかな。とりあえずデリケートクリーム塗りましょう。うわぁ、大量に取っちゃった。手袋だとさ、伸びもいいし、あと感覚わかんないから大量に取っちゃうんだよね、つい。でもこの靴だいぶ履いたような気がするし、で、しかも雨にすっごい濡れちゃったし、こんくらい塗り込んでもいいと思うんだよ。でもあんま浸透しないね。大量に塗布したからだと思うんですけど。その割っていうか、それにしても浸透しないね。もっと、やべえ乾燥靴とかだと、もう今頃カッサカサだからね。もうないぜって。この前のジョージ・クレバリーなんかそんな類でしたからね。え、もうなくなっちゃったって言って。わあ、これ。ちょっと、コバがひどいね。でもな、あんまコバ削っちゃうのも良くないからな。今回はちょっとね、我慢しようかなと思って、コバ削り。本当はね、もう今、すぐでも磨きたいっていうか、削りたいくらいなんだけど。ちょっとこれ以上やっちゃうと、この靴も結構前に買った靴だから、ずいぶんやってると思うんですよ、すでに。これ以上やっちゃうともう形変わっちゃうからさ。そこはね、もう自利品なんですよね。いつまでやるか、みたいな。だそれは、私思うのは、やっぱオールソールをするタイミングに合わせてコバを削っている。しちゃえばさ、オールソールしてまた、そのコバの分量が補給されて、また削れるわけよ。まあ、削りたくはないんだけどね、進んで。こうやってね、デリケートクリーム塗った後、
ちょっとこう揉むんですよ。そうするとちゃんと浸透してって皮が柔らかくなって、でちょっと今日はねシューツリー入れるあれが、シューツリーがないんですけどその場に、まあ、この状態でシューツリー入れると、皮を傷めずにねちょうどよくシューツリーを入れられる。やっぱシューツリーは、ね、ちょっと湿ってる時の方がに入れるのがタイミングなんで、ベストタイミングなんで、まあ、私あんま気にしてないんですけどね。でもやっぱその少しずつ少しずつダメージが蓄積していってるはずなんで、やっぱね靴磨きすれば寿命は伸びると思うけど、寿命を伸ばしてるだけで延命措置なんですよ。ただのこれで回復してるというよりかは延命措置だと思ってて、まあ要するにいずれダメになるっていう、ね、それさ蓄積なわけじゃないですか。それもダメになるのも、待ってこの辺ちゃんと濡れてね、ほら、これ気になるな。っていうかでもここは濡れてないけどすげえ黒くなったよ、ほら真っ黒、すっげえ黒い、わかりますこの黒さ。でもなんかどこかうっすら緑っぽいところもあるの。これすげえいいわこのやり方、皆さんおすすめよこれ。黒くしたいなら黒を塗るんじゃなくてプロダイの緑と赤と青を塗れっていう話ですよ。すげえなこれ。まあてか元から黒かったからね、随分と。だからそれにねちょっと追加された程度なんだけど、でも結構こういう人いると思いますよ。黒くしたいんだけど茶靴から黒に塗ったんですけどあんまりうまく染まってなくてっていう、そういう方必見ですよ。例えば AMG さん、すごいよこれ、いいねこの方法。ちょっとここをやり直します。ワックスがうまく落ちてなかったんだなこの辺。こっちさ、この右足の方あんまりちゃんと落としてなかったんだよね、実を言うと。こっちはね結構やったからちょっとは残ってんけど、うん、こっちほどじゃない。ほらなんか下っ側が茶色くなりました。これどっからやればいいの。普通に何一からやるじゃん。あれ緑プロダイももう4色買いましたわし、なんか知らんけど、そう黒が売ってなくてさ、もうしょうがねえって言って普通に黒を作っちゃいました緑を塗る、緑が、あーこれコバの隙間だから結構やりづらいね。やっぱこういうところはハケが必要ですよね。私ね思うにやっぱこう染料を使うときはハケと寝る布、まあ寝るじゃなくてもいいんだけど、ハケと布、その2つはね絶対その二刀流というか2パターンで塗ることが結構重要だと思います。うわすげえ、今血飛んだみたいになってて返り血浴びたんですけど、なんかさこれ乾いた感じなんですけど、乾いた感じも血っぽくない？血と言ってもまだ乾ききってない血というか、普通ほら黒っぽくなるじゃないですか、あの前みたいな。いやでもちょっとこれちっぽいよやっぱり。いやーこれグロいな、どうしよう。なんか動画がグロテスクな表現を含む動画で R18 みたいになっちゃったら、たまにあるからねそういう。マシの動画は R18 はさすがにないんだけど、なんかさゲーム実況とか見てんとさ
結構こう全然関係ないのになんか一つのワードが引っかかっちゃって、そういうね、まあ、R18 に限らず暴力的とかさ、なんかあんまり良くないこうコンテンツを含みますみたいなね、動画に認定されちゃうというか。ていうかこれプロダイさあんま使ってなかったけど、今いっぱいこう使ってみてよく分かったんですけど、開けんとき超怖いし、あと今色付きの部分に平気でペチャペチャやってんけど絶対色混ざってるよこれ。もうね、もうすでに純粋なロイヤルブルーとかじゃないと思うこれ。もうすでに変な色になってるはず。いやー良くないね。ただこれをいちいちさパレットにやってとかになるとね、それもそれでもったいなかったりするじゃないですか。もういい感じじゃない？ほらもうこの辺なんかあんな茶色かったのにもう茶色の影ないぜ。これいいねこの方法。もしいい技編み出したかもしんない。黒くしたいならやっぱこの方法いいと思う。でデリケートクリームでも色落ちなかったからもういいんじゃないかな本当にね。じゃあこれでどうしようかな、どうしようかな、油分補給しとく。なんかこれジョージ・クレバリーの動画と同じでさ、油分補給までしとくかとりあえずは。そんでやめよう、これだからお役ごめん。というか出番なし。まあ、スピランはねいいはいいんだけど、あのさスピランの茶あ黒って全然濃くないんですよ。グレーなのよどっちかっていうと。だからねうーんっていうのがあって、でまあそれはまあいいとして、少しずつグレーもさ少しずつ少しずつ乗せていけば黒くはなるから。だからまあただめんどくさいのとね、あとあんまり乗っけすぎるとこれ皮じゃないですか、意外とねライニングまで黒くなっちゃったりするの、浸透しちゃって。あれ終わりだからね、もう。まあ、油分みたいにね、塗りすぎて、ツヤが出なくなっちゃいましたみたいな、そういう、もう、ちょっと、致命的なことはないんですけど、ただライニングに色ついちゃったらどうしようってなった時はね、もう、それ無理なんで、諦めてくださいとか。でさ、納得いかないのがね、サフィールのなんだっけあれフレンチダイだっけ、あれがさすげえ高値で、職人が職人御用達みたいな感じで売ってるんですけど、でなんとかブラディープブラックかって色があって、私確かこの薬も使ってるような気がするんだけどな、使ったっけな。そうディープブラックってより深い黒とかね書いてあってさ、えそれもうまさに求めてたものじゃないですかっていうことで買ったんですよ。で何度も何度もこう塗ってもね全然そんなに染まんないの、真っ黒って感じに。なんだと思って、これ全然染まんねえじゃん、普通にスピラン使ってんのよりちょっとマシなくらい。でスピランはさ安いからいいんだけど、サフィールのやつ高えからさすっごい損した気分になるんだよね。安くていいものがあるって分かってんのに高くてちょっとだけいいみたいな。高いってだけでハードルは上がるじゃないですか、そこはクリアしてんだろうなっていう前提になるじゃん、なんとなくこう評価の基準が。それがね全然クリアできてない基準を。スピランと比べると単純に比べたらいいいいけど値段的に考えると別にそんなに良くない。でわしはね、あじゃあ黒ってもう出すの無理なのかなって思ったんですよ。
でもさ、なんか今回ふと、もし何も考えないで始めたからね、この動画。染色するかどうかすら悩んでる。でさ、まあ一応したじゃないですか。した時にプロダイ全部混ぜたらいけんじゃねえって言ってやったらこれよ。すごくね？本当に光ってる。あ、光ってるじゃねえ。わし磨き、靴磨き動画撮りすぎて、いい、良くなったことを光ってるっていう癖がある。まあ、その本当に黒くなったっていうね。ちょっと、じゃあ、一応アッパーの油分補給は終了と。じゃあこれで、ライニングにも塗っておく？もうこれ色つかねえからいいや、これで。色つく状態だったらさすがにやんないけど。もうつかなそうだからいいや。まあ、ライニングクリームじゃない理由は特にないんですけど。ライニングクリームがちょっと、あるんだけど、あるんだけど、あれを手にする前に、シュートニックがもう、空いてる状態で間近にあったからさ。ついこっちよ。まあ、ライニングクリームもね、さっき染料で言いましたけど、染み込んでっちゃうとさ、あ、ライニングじゃねえや。普通にこの油もね、染み込んでいくとアッパーまでいっちゃうから。すでにアッパーにあんなに塗った状態で、内側からこのシュートニックが染み込んできたらもう対処しようがない。でもシュートニックこうやってさ、乾いてるじゃないですか、口の部分。これ完成油っていう証拠だから。だから乾燥しちゃうんですよね。それが靴にとっていいか悪いかっていうと、あんまり乾燥しすぎはね、良くないはずなんだけど、でも多少はその完成油ね、あの乾燥しないとやっぱ皮が光んなくなっちゃう。だから結局は乾燥したら塗り込むっていうのがね、また再度塗るっていうのがやっぱ流れになっちゃうから、そこがね。で、最悪失敗しても乾けや光るし、で、塗りすぎちゃったという場合は、一回洗って、一回はわかんないけど、一、二回でも洗っといて、油を多少でも、多少なりとも少なくして、その状態で放置すれば、いずれ光ります。だけど、非乾燥油を使っちゃうと、一生乾かないので、もういつまで経っても、ベタベタのまま。実際わしのオリーブオイルの瓶はね、こんなっていうか一切固まってない。口も。これはかなり固まってんから、もう全然そんだけ違うんだなと。まあ、そんな感じで今、ライニング塗りましたけど、ちょうど噂に上がってたオリーブオイル。の瓶っていうか、これオリーブオイルだけじゃなくなったんだけど、最近ちょっとグレードアップしてアマニ油も入れたんだけど、あ、でもアマニ油入れたからちょっとね、乾燥してる部分もあるわ。でもほら、口とか全然綺麗でしょ。これもともとこんなジャリジャリしてなかったからね。あ、これやっぱ多少は乾きやすくなってる。これまあ、じゃあ、だったらさ、乾燥油っていうか、アマニ油ね。アマニ油が乾燥油なんですけど、アマニ油だけ塗ってりゃいいじゃねえかって思うじゃないですか。普通に考えたら。そういうね、単純な話じゃないんですよね、やっぱり。その、乾きすぎちゃうと、単純にパキパキになって、割れちゃう。油を、割れないように塗った油のせいで割れちゃうって最悪じゃないですか。それはね、避けたいんで、まあまあまあ、いろいろ習慣をね、取らないといけない。ある程度は柔軟性を保ってくれる油として非乾燥油のオリーブオイルを入れておく。でもそのずっと残られても困るから、多少は
はばいてくれないとね。で特にこれソールにしか塗ってないから基本的には、だソール用としてはトコノールみたいにさカチカチの方が強いはずだけど、でもやっぱ屈曲するからその点では、まあ、アッパーと同じように柔軟性も必要だし、いろいろね考慮してこうやる結果になったんですけど、そんでもねこれまだ一発目の調合だから、調合とかカッコつけてんけど、オリーブオイルとアマニ油を半々に入れただけなんですけど、ね、全然何の実験にもなってないというか、もうちょいアマニ油増やしてもいいのかなって感じですね、この状態だと。どうせさこの流動性が高い、いつまでたっても乾かないオリーブオイルは乾かないから内側に入っていくわけで、内側に入ってったら単純に柔軟性がずっと保たれる、抜けづらいじゃん内側だったら、内側っていうか奥。そうさせた上で表面はこの完成油で閉じちゃう。そうすりゃ結構いい具合にもうなるんじゃないかなってところで、ただいつまでたっても乾かないってことはちょっとで十分なわけで、多少は抜けちゃうと思うからね、補給っていうのは重要だと思うんだけど、はい、とりあえず今回このねプロダイ3つを使って、いろいろ塗ってみました。これ垂れてこねえよな、やべ油ついちゃった、これは困る。油がついた時はこういうビニール製のもので拭き取った方がいいですよ。やっぱ油だってね、ビニールとかっていうかビニールそのものが石油からね生まれてるから、こうビニールで拭き取るとね取りやすいんですよ。まあ綿よりもポリエステル素材のウエスとかで拭いた方が油取りやすい感じで、そうなのかね、よくわかんない適当に言っちゃったんだけど今ね、真っ黒だったでしょ。油塗ったりするとさすがにね元の色が出始めちゃったりまたするんですよ。全然ないもんね、ほら真っ黒、あの茶色の面影なくなったぜ。なんかでもまだ未だにうすら緑感があるんだけど、気のせいかな。いやいいね、この3色塗っただけで真っ黒になったぞ。これはわしなんで気づかなかったんだろう。この辺だってねすごかったもんね、この辺こんなに変わりましたよ。ほらもう茶色じゃない。でもねさっきほらちょいちょい途中でリグロイン使ってたけど、あこの辺も綺麗だね。ねさっき途中でまたほらリグロイン使ってやったけど、あーこの辺がまだうまく入ってないな、この辺。まあわかんないかもしんないけど、そうあのねリグロインでちょっと落ちたステイン、あプロダイが、それは乾いてないからなのか単純にプロダイそのものが油性だからリグロインに反応しちゃってるのかわかんないけど、まあだからもしかしたらこれも最終的に、え破けてる上にベタベタ最悪嘘。そうプロダイね、そう油性だからゴム手袋が破けるのよ。リグロインじゃ破けないんだけど、なんかアセトン的なそういう感じで破けるんですよね。うわー最低だこれ、どうしよう。そうだ、じゃあせっかくなんでシューツリー入れるか。シューツリーを入れよう1999さんが大好きなウィルフレッドから。俺ウィルフレッドだよね。おう。
わかんないわしもディプロマットなんかウィルフレッドなんか。まあ別に専用のシューツリーってわけじゃないからさ。もう綺麗じゃないこれも形が。いつだかこれ磨いてずーっと放置してあるんだけど。でもまあ最初よりはいい色になったかな。最初磨いた時よりは。ね、またちょっと履きたいと思います。いやあのさ、これね、レビューしようと思って、履いた後の。そのレビューのね、これ割れてる？あ、割れてないか。え、割れてないよね。あ、なんかこれゴミか。割れてんかと思って今。いや、よかった。何の話だっけ？ああ、レビューしようと思ってさ、ずっと置いといたんだけど。なんかレビュー、だから磨いてたんですよ。レビューのために。だけどなんか、その割にはちょっと汚れちゃったから。ずっと放置してんとさ、ワックスもだんだんツヤがなくなってくんから。うん。わあ、いいじゃない。シワも、ま、クラックもないしね。ないよね。なんか危なそうなところがあるんだよな。まあでもこの辺はな、深くなっちゃうんだよな、どうしても。でもまあ綺麗な状態。ちょっと深いね。でもこれ単純にシューツリー入れてなかったから深いだけで、あのああやって伸びればね、ウィルフレッドみたいに、まあ、かなり良くなるはずなんで。今油分も水分も入ってる状態だから、これで、まあ、3日くらいはね、放置しなきゃいけないし。一回置いて、で、ちょっと、普通に磨いて、また履きたいと思います。ということで、真っ黒にしたい靴がありましたら、プロダイの、レッド、グリーン、ロイヤルブルー、この3色を使って、磨いてみてください。あ、塗ってみてくださいか。で、わしが行ったところはたまたま黒がね、なかったんで、あれだけど、別に黒買ってもいいと思いますよ。で、その上からこれからさ、黒塗ったりとかさ、すれば、まあ、より真っ黒なんかもしんないし。まあね、そんな感じで、試してみてください。ということで、以上です。それでは。